に勉強するんですね。もう夏休みとかは1日15時間勉強して、本屋の英語の受験コーナー片っ端から全部買ってもらって、全部解いたぐらいの。おはよう、始まりました、もちちゃんです。今回はですね、再びじゅんさんにお越しいただきましてありがとうございます。はい、こんにちは。今回はですね、大学受験のお話を聞いていきたいんですけど、多分あんま語ったことないですね、大学受験。ないですね、ないです、はい。まあ、このチャンネル大学受験のやつ見てる人がいっぱいいると思うんで、多分初めて聞いてええー、ってなるでしょうし、じゅんさんを知ってはいるけど、そのトイックとか英検で知ってはいるけど、うんうんうん、大学受験の勉強どんなんしてきたっていうのも、ええー、って一応でもセンター試験も受けてるので、あ、あれですね、そもそもだって大学知らないですもんね、みんな。はい、そうですね、東京外大ですね。そうですね、東京外国語大学に、そうそう、スペイン語学科、はい、だったんですよ、実は。実はスペイン語もできるということですね。そうですね、はい、はい。まず小中は全然どうだったんですか、はい、普通に勉強した。勉強好きだったんですね。あの幼稚園から公文行ってて、はいはい、その算数がすごい好きで、ほうほうほう、っていう。で、小学校高学年から英語の塾に行かされてみたいな、うん、それは行かされたんですけど、まあ、それもでも好きでしたね。で、中1の担任が英語の先生で、はいはいはい、今も連絡取ってるんですけど、ほうほう、あの遊びに行ったり家にし、ほうほうほう、で英語にも目覚めてみたいな、うん、まあ小中高ずっと公立で、うんうん、そういう普通の塾行ったりはしてましたけど。しかし天気が訪れるんですか。天気が、あ、そうですね、高校の時は、はあ、高1の最後から、アルゼンチンに留学したんですね。 AFS っていう団体があるんですけど、はあ、そこで、で、あの、なんで行こうと思ったんですか。ふとでですね、突然こう留学したいって思って、その日にもう家に帰って親に言っていいよって言われて、次の日には先生に、高校の先生に資料をもらって出したみたいな感じで、うん、なぜアルゼンチンにしたんですか。本当は英語圏もちょっと考えたんですけど、一番遠いところに行きたかった。一番遠いところに、そうそう、どうせ大人になったらアメリカとかすぐ行けるわと思ってて、そう、今しか行けないところにしようって思ったのと、ブラジルは考えなかったですか。ブラジルの人聞こえますかとか考えなかったですか。考えなかった。考えなかったんですね。アルゼンチンでしたね。そうですね、ある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 ですね。知らないですね。知らないですね、はい。ジャルジャルのネタは分かんないですね。全人全人って言わなきゃいけないんですけど、まあいいや。1年だから飛んでるんですよね。で、一応その高校公立ですけど、その公立高校で向こうで単位取ったらそれを認めてあげるっていうことで、特に留年もせずそのまま戻ってきたんですけど、同じ学年に入ったら、そしたら他のことは受験、結構進学校だったので、はいはい、みんなすごい勉強する人たちばっかりで、で彼らには遅れを取っちゃうので、うんうん、でアルゼンチンでは昼寝シエスタの時間があるんですけど、国民全員寝ちゃうんですね。あのお昼寝時間、そう、3時から4時ぐらいまで、市役所も郵便局も閉まっちゃうし、親は、午前仕事終わって昼ご飯に家に帰ってきて昼寝をして、それからまた4時ぐらいに仕事行くみたいな、その時間に勉強してたんですね。あのこっちのこう数学の参考書と問題書を持って行ってやってた。1日4回ご飯食べてます。あの7時ぐらいに晩ご飯で、11時にもう1回ご飯あるんですよ。はい、そうそう、なんか学校普通に、スペイン普通の、もう向こうの公立高校にポイって入れられちゃうので、授業はもう普通のそこら辺の、留学生は私一人しかいないので、スペイン語、そのまま進んでいっちゃう。スペイン語自体はやってたんですか。やってないです。やってないで行ったんですか。はい、はい、ありがとうしか言えなかった。グラシアスしか言えなかったんですか。でも行って2ヶ月ぐらいホストファミリーと夏休み期間中で、うん、はい、そこでこう友達と遊んで、でそこから新学期だったから、ちょっと2ヶ月は友達と遊ぶのでちょっと覚えた。おー、いい。授業受けて分かんねえってなっちゃうじゃないですか。あ、だけどそのスペイン語だったからですけど、ローマ字読みじゃないですか。そうです、発音が簡単なんですよ。そうそう、だから聞いたやつを全部書き留めてたんですよ、授業。なるほど。全部ディクテーションで、はいはい、で意味が分かんなくても全部書き留めて、でそのほぼそのままテストに出たりして、それをまた覚えたやつをすごい暗記して書いてっていう。どの授業もあの社会とか、はい、歴史とか、うん、歴史、アルゼンチンの歴史とか、なんか知らない人物名が出てくるんですよ。それももう、
すごいです。すごいですね。そんな感じで、まあまあそうです、発音ね、一番簡単なのはスペイン語ですから、ラさえできれば、はい、マキチタさえできれば最も簡単ですので、日本人にとって。そうですね。で、まあまあスペインってやって、それでそのシエスタの時間に日本の勉強して、それでもやっぱ足りないんですよね。はいはい、こう日本にいる子は結構頑張ってやってるし、予備校というか現役予備校とかも行ってるしっていうの で、うん、で私は帰ってきてから、もう夏休みとかは1日15時間勉強してたし、そうじゃなかったら学校ある日は朝3時に起きて7時まで4時間勉強して、朝ごはん食べて学校行く、で学校から帰ってきたらお風呂とか全部済ませて9時からまた勉強みたいな。はあ、すごい、もう、ああそうか、この前の動画で言って英検のと同じですね、朝3時に起きてっていうのもめちゃくちゃですね、めちゃくちゃですね、朝3時に起きるっていうのが、うん、で3時で、7時にご飯食べるんでしたっけ。そうですね、もう絶対7時でした。でもなんかこうあんまりずっと勉強してるから、その平日はそれで、あと土日ももうずっと勉強してるから、親が心配でこうおやつとかで釣ってくるんですよ、ね、ケーキ買ってきたけどとか、逆に心配されちゃってるの、勉強そうそう勉強のしすぎで、うん、だから勉強しなさいとか宿題しなさいって言われたことはない。ほー、やっぱりそうですね、英検一級16回も受かる人は変人がやっぱり多いってことですねトイック何回も受ける人はやっぱり変わった人が多いってことなんですね。科目は、はい、まあ、英数はできて、英数はできたんですね、かなり。でも国語と社会理科はもう全然好きじゃないやつはやらないみたいな感じで、ね、ははははは、うん、国立だったらやらなきゃいけないわけですよね。そうですね、そうだけど、まあ今どうか私知らないんですけど、はい、その東京外大はセンター試験の4教科、まあ理科いらなかったんで、はいはい、4教科が25点ずつの100点で、二次試験が300点だったんですね、はいはい、だからセンターがほとんど取れなくても、ほとんどってことはないけど、はい、ある程度取れればその300点の二次試験を頑張れば受かるみたいな。なるほど、はい、英語のみで私にはすごい良くて。なるほど、でもスペイン語学科ですね。スペイン語は、いや英語受けたかったんだけど、多分高校の先生に止められたのかな、それは偏差値がそこまではもしかして厳しいかもしれない。なるほど、でアルゼンチン行ったんだしみたいな。うん、そうですね大学もじゃあスペイン語勉強して。そうですね、はい、別に予備校とか行ってないわけですね。その家でずっと、その現役予備校っていうのはやっぱり帰ってきてから行ってましたよ。というか、まあ中3からずっと行ってたとこなんで。ああ、小さいとこなんで多分有名じゃないですね。あ、そうなんですね、はい、地元の感じの、うんうんうん、そこでやって、どうやって勉強してきましたか英語。もう受験のラストスパートまではもう本屋の英語の受験コーナー片っ端から全部買ってもらって、全部解いたぐらいの、それもだから文法とか語彙とかも関係なく、とにかくでも問題解くのが好きだったから問題集はもう全部やるぐらいで、であとは外大ってもう決めてたんだけど、もう上智から東大から青学からいろんな大学の赤本も買ってきて英語をやるみたいな東大英語とかやってましたむちゃくちゃ、むちゃくちゃだよね。はい、だから英語の本をいっぱいやった、問題集。だから英語からここまでみたいに買ったってことですか。うん、そうそう、で親はもうゲーム、漫画が禁止な家だったんですね。ほうほうほう。で、だけど本だけはいくらでも買ってくれたみたいな。へえ、参考書もいくらでも、うん、はいはい、で問題集が欲しくて、あれ数学も、数学もそうですね、同じように本棚、本棚か。そうなんだけど、数学はこんな分厚い問題集があって、はい、それをやった、とにかく寮でやったわけですね、うん、そうそうそう、そうです、そうです。で結局どうしたんですか社会理科は。もうやんなかったです。やんなかったんですか。やんなかった。ただ、まあ、社会はセンターに必要だから、しかも歴史がダメだから地理にしてたんですけど、もう地理の先生に放課後ちょっとお邪魔して教えてもらったりとか。へえ。で理科科目どうしたんですか。理科も地学やってたんですけど、出た地学と地理、風味、あ、じゃ風味高田と同じ、ね、高田君と同じ地位と、うん、やってなかったですよ、もうやんなくていいと思って、なのでもう偏差値も40いくつとか、社会理科はそれでもいいなと思って。国語もそうですね、50ちょいで、はい、で、あ、古文漢文やったんですけど、ね、やってましたけど取れなかったんですよね。もう漢字ぐらいしかできなくて、なんか読み取るとかダメなんですよね
それダメじゃないですか英語で英数はでもできたんですか。英数できたんです。数学はだいたい78、9偏差値、はあ、英語も80とか81ぐらいでしたけど、ね、はあ、すごいですね、うん、偏差値ですからね、はあ、SE になって英語マニアになって不思議な人生ですね。確かに。ぜひ皆さんもですね、漫画とゲームを禁止して朝3時に起きて、3時に起きて好きな科目だけやるっていうのは実践するのはおすすめしないですけど、もうまあまあまあ1日15時間とかはね、ぜひぜひ、はい、ぜひ1日15時間、はい、やってみてください。はい、ぜひぜひ挑戦してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 ありがとうございます。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.